たくさんのメイズの格好で、メイズの格好です。で、今日はちょっと料理をやりたいなと思ってます。で、何の料理をするかというと、これ、そう、バレンタインをやってみたいと思います。バレンタインチョコを作りたいと思います。これをね、まず綺麗に、綺麗にしてから、まあ当たり前だけど、で、それで一応、で、ボールを、お湯かけてます。中水が入って、これを浮かべます。で、まあ、ちょっとね、まあ、大きめの方がいいです。水が、この前、前回やった時に水が入っちゃったんで。じゃあ、チョコを買ってきたんだけど、ちょっと溶かしていくような感じで。熱いけど綺麗でね、衛生面は大事で、熱中症だけど、まあ、とりあえず、まあ、まあ、2枚ぐらい、ちょっと目安で2枚、ちょっと作ってくるな感じがいい感じね。で、いいね。一回きゃ。で、ちょっと時計はね、かなり暇なんで、ちょっと、ここ最近のことを。久々にやるから、なんかちょっとこんな感じにチョコが溶けて、完全に溶けるまで混ぜましょう。完全に溶けるまでから入れます。器にハート型の、でちょっとこれをまぶしますね。でちょっとお絵描きします。ちょっときます、通してきます。じゃこんな感じで1個ね入れてみた。でちょっとまだうちにこいつを、まあ、さっき見せたやつ、ね、こうやって最後にあんまり使っちゃうと後半戦がなくなっちゃうから、後半戦どんなのができたかというと、まあ、こんな感じに仕上がりました。で、まあ今使ったらもういいのかな、余っちゃうと自分もペルペルしなきゃいけないのかな。ということでちょっともう一回飛ばします。今後半戦少し固まったらこれを使いたいと思います。ちょっと一瞬冷蔵庫冷やします。
ということで、一応今、空付けしました。空付けをしている間にちょっと、まあ、冷蔵庫に入れといて、かなり冷えたんじゃないかな、固まったんじゃないかなっていう感じですね。で、こんな感じですね。で、ちょっと、まあ、ね、これなくなっちゃったからね、まあ、ちょっとこれをいっぱいつけるって感じでやっていきたいと思います。はい、アホだ、ごめん、やっちまったよ、これこれ、アホだから、これこのままこう出るもんかと思ったのよそれ、お湯入れなきゃダメよ、ね、お湯にこう、ね、温めないとね。ちょっとボールとは何でもいいよね、チョコの、チョコの、うん、あ、ダメ、60度以上つけてダメ。最後までご視聴ありがとうございました。